皆さんおはようございます。シベリスの主です。今回の問題なんですけど、よくありきたりな問題、結構難しいと言われる問題ですね。正四面体の体積はという形です。この問題なんですけど、よく7とかもしくは東大でもちょっと変わった、これをちょっとまあプラスアルファしたやつがよく出てくるような問題で、結構難しいような問題になってるんですね。で、この正四面体なんですけど、まあ普通解き方としてはここまあ垂直を下ろして、でここの高さを求めて、ここの高さを求めて、この輪切りの垂線を引いた高さを求めて、高さから底面積で、まあ、三角錐の公式で求めるのが普通の種類だと思います。ですけど正四面体の時だけ特別なやり方が一つあるんですね。それをちょっと紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。こういった立方体を描いていくんですね。この時に、まあ、立方体の中に正四面体を入れるという形でこんな風に描いていきます。こんな風に、まあ、すっぽりと入れると全部対角線なので長さ一緒ですね。長さ一緒形になります。なので一辺がここが A だということが分かります。でこの時にどういう風に考えるかというと、体積が1の時、まあ、ルートで計算してもいいんですけど、体積1の時にこの、三角錐ですね、この三角錐で、同じ三角錐がなんと1個、2個、3個と、で裏側に底面積で高さが裏側に4つという形で三角錐が4つあるんですね。なので、まあ、考え方としてはこの体積1に対して最初底面積が半分なの2分の1です。で高さは同じなのでかける1だと。で最後錐するのでかける3分の1なので、三角錐が6分の1の大きさだということがわかるんですね。なので、体積、立方体の体積1に対して6分の1かける4つあるんで4倍すればいいということなので、ここの、まあ、赤い、正四面体の体積というのは3分の1の大きさということがわかります。なので立方体の3分の1の大きさだと。だから立方体から3分の1かけたらいいということがわかるので、そうすると、ここの三角形というのは、はい、直角二等辺三角形、45度の三角形です。ってことは、まあ、三角比で、三角形の定規の比で、2分のルート 2a だということがわかるんですね。まあ、横も縦も高さも2分のルート2なので、立方体の体積というのは2分のルート 2a を3回かけたはず。ということがわかります。そこから正四面体が3分の1の大きさだということがわかるので、かける3分の1です。そうすると答えはどうなるかって言ったら、12分のルート 2a の3乗が正解となります。今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた、バイバイ。じゃあね。